ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。あ、こんにちは。あ、こんにちはけの、したけを、お前に言ってないのよ、俺。別に。おい。急に来たから、こんにちはと思って。鮭オーケストラ、鮭の話。はい。司会進行の、天才弁護士、鮭ヨンウと。アシスタントの、天才税理士、コシモムです。ということでね、もう、はい、いいよね、やっぱ天才弁護士、天才弁護士、ここ見てる、ここが一番緊張するね。見てる、天才弁護士ウーヨンウ見た。何それ、何それ、知らないよ。お前こんなのがあるの。お前だ、あの、あせよ、あにはせよ、あにはせよ、ウーヨンウ、あ、そう、ドラマ？ウーヨンウ、キルギー、スイス、トマト、トルマユ。知らない。ウーヨンウ、キルギー、トマト、スイス、ほら。知らない。おい、なんでお前知らん？なんなのよ。これお前、お前、これ知ってる人も出たね。キルギー、トマト、スイス。あら、ほんと？上から読んでもウーヨンウ、キルギー、トマト、スイスっていうね。ウーヨンウ。メモるんじゃないよ。お前からすぐ帰って下から読んでみようかなと思って。やっぱいいですよね、やっぱね、はい、見ちゃうよね。いいかわからないけどね。本当にね、どうなのよ、もう、うん、正月も終わってね。はいはい、そうだね。どうなんでしょうね。どうなの世の中は。世の中とか、お前はもう落ち着いたのか。捨てた。だからお前だからさ、あの、知ってる、うん、あの、うん、天才弁護士を読む。いや、だから知らないのよ。上っていうか、だからさ、あの、うん、やっぱりさ、あの、やっぱああいうあっちのドラマ見てるさ、そういう、だから文化が違うからさ、はいはいはい、面白いじゃん。おうおう。とか、あと結構日本語と似てたりするじゃん。ああ、するね、韓国語はね。だから、あの、それなんだけど、あの、名前、うん、名前言う時とか、あと基本怒る時とか、うん、注意する時って基本名前言う時は、うん、あの、大体フルネームで言うんだよな。あ、へえ、はい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 。パクチャヌクとか、あの、普通の名前とか、はいはいはい、パクヨとかね、チャヌクヨとか言う、うん、イ、うんうんうん、ヨンウヨとかね、うんうん、いうのも全部ヨンウじゃなくてもうパクチャヌクフルで行くんだ。おうおうおう、あ、フルで行くのね。うん、フサンデュー、サンデルグって言うから、俺もこれからお前のこと注意するとき、はいはい、腰揉むわって全部言おうから。でも、そっちの方が怖いもんね。だろ、腰揉むわ、うん、怖いもん。怖いだろ、いいだろ、ね、うん。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。あ、こんにちは。鮭オーケストラの鮭の話、司会進行の鮭もももです。はい、はい、鮭もももやりの普通に間違えた。鮭オーケストラです。はい、アシスタントのコシもももです。ボミボミ、鮭オーケストラの鮭の話は毎週土曜日午前1時に YouTube にて配信中です。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。番組のお便りは鮭の話、番組へのお便りは鮭オーケストラの、おい、こっち守ろう。あ、怒るんだ、フルネームで。、またはアシスタントコシモムオの Twitter への DM にて受けたまわっております。メールでのお便りは鮭の話 @gmail.com にまでお送りください。鮭の話は番組のスポンサーになってくれる方を募集しております。企業個人問いません。1エピソードのみのスポンサーでもお気軽にお問い合わせください。すべての詳細は動画説明欄をご覧ください。おい、コシモモ。はい、はい、怒られたね、早速。スポンサーを言うよ。この放送のスポンサーは美容室駒沢ブディさんの提供でお送りします。この放送のは、もちろん言わせないでよ、もうフルネームを。フルネーム言わせない。
小島もいや、じゃないな、もうどんどん怒りたくなってるフルネームで言うのだけだよな。なんでちょっと韓国寄りにして言い方本当ね、小島もおい、腰ももうでいいじゃない。そんなね、ちょ、なんかそっちの運用的な腰、うん、こちもも、うんうん、こちももみたいな言い方して、でもそっちの方がいいね。いいだろ、うん、そっちの方がいい。怖いじゃん、入ってくる、怖すぎだろ、うん、入ってくるよ。怖いよね。はいはいはい、今その何ドラマを見てるのね。でも終わったから。ああ、そうなのね。俺ぐらいになるからな。ドラマがこれ、あのなんかね、向こうのたまたまの韓国ドラマ、このドラマは1時、うん、45分とかで、はい、うん、大体1時間15分ぐらい。あ、長いパターン。それがね、16話あったけどね、俺は1日で全部見れば分時間あるから。あ、お暇してるね。時間あるから。お暇してるね。俺16案件見たもん、ケースほぼほら裁判の16案件ね。単純計算でも16時間浴びてるからね。ああ、いい生活だね。かわいいんだ、うんうん、そうなの、知らないけど。お前なんかあれだろ、おじさんみたい、お兄さんだと思ったんだよ。ああ、そうだよ。かわいい、女の子だ。ああ、女子だね。天才弁護士ウジョンは女の子だ。あ、女子だね。そうだよ。それはあれがネットフリックスで見れるんですか？え？ネットフリックスで見れるんですか？ネットフリックス。ああ、了解した。だからさ、ほらほら、詳しくは聞いてる人がゲスな考えしてほしくないから詳しくは言わないけど。何回かストレスあるね、お前のジョジョの決め。申し訳ないね。申し訳ない。言うまでもないけど、俺の天才弁護士ウンヨンが一回ファール作りに行って後で見ようと思ったら見れないっていうね。殺しようかな。あとさ、私も最近さ、朝起きて、まあ、ジョジョから始めるんだけども、あ、見てる先にと思ってさ。俺天才弁護士ウンヨンが。だからね、なんとなくね、最近なんかにハマってるんだろうなと思ってたのよ。まあ、あんまりこれ多く語るのやめようかな。そうだね。そうそうそう、そういうことだね。そうよ、もう本当になんかあるのか、うん、大変だよな。うん、忙しいの？ん？忙しいの？忙しくない、今日これあともうちょっとお待ちに飲みに行こうかなと。反応薄かった。あと、話した時が一番楽しかったなと思って。あ、それこそ5分ぐらい前に戻したいっていうね。あのさ、うん。まあ、なんつうの、うん、言ったらさ、うん、俺、もう1週間ぐらい酒やめてんだよ。ああ、そうなの、はいはい。新春 1月1日だけ、記録買うだけ飲んで、はいはい、うん、そっからもう飲んでないんだよね。ああ、すごいじゃない、うん、肉体改造しようっていうかね。ああ、はいはいはい。肉体改造って言ったらなんかバキバキとかそういうことじゃなくて、まあ健康的なね、ちょっとね、超えたから、うん、うんうん、まあでもちょうどいいかなと思って、ライブとかないし、うん、はいはい、酒飲む機会ないから、うんうん、いいかなと思ってね。ただお前のほらそういうなんか酒飲むんだみたいなの聞くと、なんか本当にキモメン、キモメンがいるんだな、西にはキモメン。いやいや、別にキモメンじゃない。自分がほら我慢してるからってさ、よだれがすごいじゃん。なんか下ひたな、下ひてるな、下ひてるわ。別にそれよだれが出てるわけじゃん。下ひてる、下。何を下ひてるって。でもそれ調べろ自分で。また使いたくなるだろうから、お前どうせ下ひてるわ。ちょっと後調べておいてます。下ひてるね。あ、いやなんだけど、俺ちょっと一個思ったの、うん、なんかさ、うん、久しぶりに会ったりとかするときに、うんうん、こう友達とかね、うんうん、かしこまらないタイプの友達とか、まあ知り合いでいいや、はいはい、と会ったときに、うん、お久しぶりの後に、うん、続く言葉って何がある？
ああ、ああ、久しぶり。どうよ。ああ、そういうことか。まあ、そう、あの、単純に、うん、あの、結構多いのは、見た目を、うん、見た目のことを言うときない。ああ、髪の毛すごい伸びたねとか。うん、あと、なんか、あ、結構なんか、垢抜けたねとかね。はいはい、うん。その中で、うん、結構お前ももしかしたら言うだろうし、言うかもしれないし、うん、言われてるかもしれないし、はいはい。の中で、絶対言わなくていいっていうか、じゃあ単純にそれ言う意味何なのっていうのを聞きたいんだけど、あ、はいはい。結構な確率で、うん、あれ言われ、言われない俺、あの、久しぶり、あ、太ったって。ああ、言われた。はまあ、ある、ね、あるし、見た時に言ったことももしかしたらゼロではないし、おう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 、あれさ、誰が得すんの、あれ言って、ちょっと分かんないんだけど、じゃあ、それ本当に分かんないのよ、あの、痩せたはまあいいわ、なんか、うん、とか、うん、あ、なんか、そうね、確かに、うん、あれ言って、誰がよろ、なんだ、あれ、なんなの例えば、まあ、確かにそうね、あれって、あれを言う人の気が分かんないっていうかさ。俺は言わない。あの言わないのは 言ったってしょうがないじゃん。まあただ言われても私そんな嫌じゃないし、あのありがたいかもしれない。いや最近お酒飲みすぎてってつなげれるからさ。あ、いやだからそれは話でしょ。うんうん、話のね。そのだからお前はやばいな。だからお前ほら名刺折る側の何回言うもう絶対一生許さないんじゃん。だから当事者でもねえのにな。じゃあ C って言うとそれがをなんで言ってあげる、あげる、あげるとか言った方がいい理由って何の？言った方がいい理由はまあ言わない方がいいと思う。確かにそうだよな。うん、あの爆弾である可能性が大きいからさ、だいたいさ、それでさ、うん、そうなんだよ俺増量成功してさっていうやつってガリガリの子だけじゃん。ちょっとそんなやつ会いたいね。ね、すごい本当に親方が厳しくてさとかないでしょ。めちゃめちゃ会社面白いじゃん。それさ力士だけじゃん、言っていいの、喜ぶの。そうだね、太った、うん、そうね。もうジョニーなんだね次とかじゃん、それって。そうね、ね、うん、それぐらいじゃん。例えばあとプロレスラーの人とかな。そうね、うんうんうん。でも日常そんなんじゃねえじゃん、基本的にはさ。ないね、うん。それ言って喜ぶ環境の人ってほぼいないでしょ。確かにいないね、うんうん。あれなんで言ってんの、そういう人らは。だから何もものを考えずに喋ってるからでしょう、多分。あ、そうなんだ。俺はなんかちょっと待って、ちょっと待って、今のすんのなり方違うでしょ。俺らすごいこと言うな、コシモンは。仲間だったじゃない。いやいや、仲間だったじゃない。さっきまで仲間だったのに。俺は、なんで言うのかなっていうの知りたいだけだから、なんか、そのなんか何も考えてないっていう、なんか、ね。だから、アホみたいなこと、じゃないんだよ。俺は、じゃあ、それをなんで言うのかなと思って。でも、そういうことなの、正直言うと。まあまあ、そういうことなんだよね。だから多分、このラジオ、聞いた人は次から言わないで。いや別に俺もいいのよ。俺もいいんだけど、うん、俺もいいっていうかそんなことでいちいちすごいショックとかではないんだけど、まあね、うん、女の子じゃないしな、いらないなっていうね、うん、でもなんかそれを第三者で見た時も、うん、見たとするじゃん、他の人を、うんうん、それなんでそれ言って言ってるけど、それその子な別になんかそれでポジティブにはならないんだろうなとかな。そうね、そう、それで言うとあれもそうじゃん、ご飯食べ行ってて、うん、あのこれ私嫌いだわとか美味しくないねとか。ああそうな、うん、お前はここスルーされると思ったけど、だろうけど、俺はちゃんとそうだなって思うことは言うからな。そう。そうだよ。俺全部お前のなんかそれはよくわかんないとか言うのってほら、嫌な先輩の絡みじゃん。ちょっと何言ってるかわかんないとかすぐ言うやついるじゃん。なんかそれ言っとけば、うん、あの受け身うまいやつは重宝されるじゃん。はい。で、ないから、お前は別に受け身うまいからね。いやでもそうだ、あ、これ美味しくないとか言う意味ないよな。意味ないよね、うん、双方得がないっていう意味だよね。そしたらやっぱあれなのかな、一方通行なのかな。そうだね、だから
また言っちゃうけど、何も考えずに話してるんだろうな。思ったことを口に出ちゃうんでしょうね。発想になかったけど、俺に。二度目まして。あ、そうなんだ。そうだと思ってた。どんどん丸棒になっていくわ。それはデクってこと？デクの、デク。そう、デクってこと。あ、そうなんだ。すごいな。うん、デク、そう、そうだね。デクであり、やっぱりデヒテル？え、お、うるせえな。デヒテルな人ってことだよね。お前は言う、お前は言わないようにしてる？というか、言っちゃう？あ、そうだね。言わないようにしてるかな。ってのは分かるよな、言ってる意味な。この言わないようにするっていう、うん、あの、うん、ね、お前はほら、昔はさ、あの、うん、離れ小島にデリカシーを置いてきたわけじゃん、一回。でも俺が持ってきてやったじゃん。船から新しい在庫。ね、俺が新しい。俺のやつ羽ついてるからな。最新だ。最新の、俺のやつ羽ついてるから。最新。そうだよ。入れてるね、最新。USB メモリーもついてんだから。あ、いいじゃない。そうだよ。さあ、お前は、うん、俺、お前それをあげたことによって多少はな、うん、買ってきたわけでしょ。そうそうそう、そうだよ。そんなもんね。あの、デリカシーをちゃんとね。だから、言うってなると、よっぽど家族とか。あ、いや、だからそれはいいんだよ。例えば、お前、に俺が言うとか、あ、そうそうそう、そのね、距離感まで、ね、ぐらいならいいけど、でも、うんうん、お久しぶりの感じよの人に、そうね、人にそれも言えないよね。開口2番開口2番で、うん、2番言うことじゃないよな。そうね、それはすごく思うな。でも意外とね、あのおじさんとか言うんだよな、おじさん。あ、そうか、そうなのかな、なんかわかんないけど田舎の方のね、わかんない。いや、そのイメージはあるな。あるよな。お、超えた、うん、とか。だったら、対抗2番にね、うん、あの、お、久しぶりで、あ、そのピアスかわいいねとか、って怖くない？なんで？わかる？その、なんか、ほら、こう、そこ、あ、久しぶりになって、急にそこついてくるみたいなさ。うん、な、太ったならまだわかりやすいじゃん。だけど対抗に言うと、わお、その服おしゃれだねって、よくこう会う人ならわかるじゃん。あ、その上着いいねとかさ。ちょっと話が見えない。見えない。違うのよっていうのが、そういう人にまず俺会ったことあんまり会ったことないから、それあんまり会ったことない人の例え言われて、なんかピン、みんなピンときてないと思うんで。あ、そうか、確かに。私の中だけで、なんでそれを持ち出したの。お久しぶり、地獄だねとか言われてるのと似てるんだよ。そうそうそう。いや、だからそれを、あとさ、地獄だねも嫌じゃないって言われる感じと一緒で、あんまない、ちょっと、何言ってんだろう。ない例えをしてしまったのね。そう、お前は何を言ってんだろうって。なんか、さもこれ新しい、いい回し、どんどん話の展開できてるぞみたいな顔してるけど、お前。いやいやいや、恥ずかしいな。いや、だからまあ、何がいいんだろうね。うん、どっちが嫌かなと思ってね、そのほら、思いつかない、その、なんだろう、太った以外思いつかない人がさ、なんかこう、ちゃんとしたことを言おうとして、さっきのその例じゃないけど、地獄だね、なのか、あの、太ったってどっちがいいかなと思って考えたんだよ。いや、だから、言われる方としたらね。あれじゃないの？太ったじゃなくて、うん。元気そうだねとかでいいんじゃない？それ言い方変わる。まあ、そこに落ち着くか。そう。なんか、顔色いいねとか、なんか、そういうこと。そうね、天気いいねとかね。太ったってことは、うん。イエスかノーかってことだもんな。そんなのは。だから、太ってます。そうね。太ってますね。太ってるね。とか、前より太ったね。じゃなくて、太った？っていう、うん、このニュアンスわかる。どっちかさ、こっちの方が多くない？もう一回もう一回。おお、久しぶり。太ったね。とかより、太った、うんうん、なんか聞いてくるパターンの方が多くない？あれ？ああ、多いね。うんうん。だからそれは、要は、太ったか太ってないかを聞いてるわけでしょ。うん、もうイエスかノーですね。うん。そう。だってさ、な、うんだ、わかんないけど、わかんないけど、うん、お久しぶり、うん、ハゲたって聞く人あんまいないもんね。いないね。いないね。その人は多分わかってるわけでしょ。それを言ったら失礼だっていうのを多分。うんうん。ね、そうか、だから太ったっていうのが失礼ではないってなってるの、うん、あと聞く人の中では不衛生になった
前より。それが一番嫌かもしれない。あれなんか、前より汚くなったとか、ないでしょ。だから、それは何だろう。体の心配をしてんの？そんなことないよな。そんなことないね。私、うん、やっぱだから、うん、私の間違いではないかいってことを聞きたいってことか。私の見間違いではないかなっていうのを、どっちかというと私のがスッキリしたいってことか。ああ、そうね。そう、だから確認作業してるだけなんでしょうね。だいらないよな。取ったよね。うん、待ちでしょ。そう。だから、まあでもまあそうか。だからそれはさ、お前の言う通りさ、うん、お前のように、あれならいいってことだよな、うん。その、それに何も感じない。人、無痛人間。うん。神経がない。無痛人間ね。神経のない、脳神経。脳神経。うん、いや、太ったって聞くやつデリカシーないなとかいう話だったり、すげえデリカシーのないこと言ってるよ、ね。だからお前なんだよ、脳神経だと、太ったってお前が聞いた時には、うん、むしろ、うん、そうなんだよ、気になっててさ、それ言わないぜ、とかがいいってことでしょ。そうね、うん。いや、俺も多分そうすると思うのよ。言わないで、とか、うん、いや、あんたよりはマシだわ、みたいなこと言ったりとか。うん、うん、はいはい、うん。なんだけど、そうじゃなくて、うん、マジで受け身取れない人はかわいそうだな、っていう。そうだね、それはね。あんま女の子に言う人はいないだろうけど、でも男の人でも嫌な人は嫌だもんな。うん、嫌な人は嫌でしょうね。気にしてるというかな。うんうんうん。うんっていうのあるけど、そう、まあ、そうだね。ただお前は脳神経、うん、脳神経、脳神経なんだよ。痛覚の神経がない人間だったっけ？あとまあこれまあちょっと別に最後に言う話でもないんだけども、うん。ね、あれめっちゃ外で猫が鳴いてるわ、喧嘩してる。あ、さすが。いい場所ですね。あれよ。うん。うん。やっぱさ、うん、こうアマゾンとかね、うんうんうん、アマゾンとかで買い物するお前は。あ、まあするよ。結構まあするのよ、俺も。うん、はいはいはい。でもお前はまあ家族いるからな、基本的には無難なものしか買わないもんな。うん、基本的には何のもの？無難なものというか、まあ本当に。あ、まあそうね。例えばなんかこれ見られたら。やばいなみたいなものとかは買わないってことだろ。そうね、なかなか買わないね。買ったとしてもお前は、うん、結構間口広いもんな、お前の家族はな。ああ、まあまあ受け入れてくれると思うよ。何買ってんだよみたいなことだもんね、そうなるとね。うん、うん、いや、その中でなんか結構さ、うん、欲しいんだけど、うん、買うほどではないし、買うのはためらうみたいなものってあるなぁと思うんだよね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なんかあるかな、まあ、例えば、単純に言うと、ほら、プレゼントでもらったら嬉しいみたいなものあるじゃん。だけど買わないみたいな。ああ、はい。はいはい、あるある。うん、なんだろうな。まあ、わかるんですよ。ティファールとかな。フライパンとかな。はいはいはい。そういう、ちょっといいやつとか、うん、圧力鍋とか。うん。うんうん。あるじゃん、そういうの。うん、あるある。だそういうので言うとさ、やっぱさ、俺、だからさ、うん、だからいいなと思ったんだけど、やっぱ、アマゾンの欲しいものリストって、やっぱ、そういう使い方ができるんだなと思うよね。なんか匂うぞ。なんかあれなんだよね。自分でカートに入れて買うのは、ちょっと嫌だなっていう。ほうほうほう。それで自分の意思のもと、こう、ちゃんと買って、ちゃんと、うん、俺の家に島にまで住所を言ってで、はい、送って大和運輸が来てそれを手に取る、はいはい、の、うん、で考えるとさ、やっぱうん、欲しいものリスト作ろうかなと思ってね、最近ね。おほほほほほほほ。その中で言うと、そのなんつうの、うん、ちょっとどういうオブラートに包む言い方をで言ってもいいんだろうけど、うん、電動オーナーホールをね、やっぱちょっと買おうかな。欲しい。何がオブラートだ。全く包めてない。やっぱさ、こう。慎重に話してきたのは何だったんだ。なんだろうな。もう、
2時間3時間かけて下処理もしてやれ出汁を取って、やれあのちゃんとあの湯の温度も調整してきれいに何個も作った和食懐石を並べてジャラジャラジャラってやってみる、うん、その通り。いや違うのよこれが、うん、あれよニュアンスやっぱ俺もさなんだろうこれはほらちゃんとあの男あのかっこつけてるわけじゃないんだけど、はいはいはい、かっこつけてるわけじゃないけどそれは、うん、オナホは買ったことあるよアマゾンでね、はいはいはい、何がはいはいはいいいでしょうそこだってさっきすごいことを言ってたからそこはだからここが大事なのこれが電動ってつくかつかないかで、うん、一気に恥ずかしいだってほらだって電気使おうとしてんだよここの大きな違いなのね天下的なもので 要は天下的なものはなんかなんちゃってでいけるじゃん、はい、なんちゃってなんかジョークグッズなんでしょこれなんちゃって、はいはいはい、ちょっとおしゃれだし流行ってるしみたいなねそうねまだこう、うん、なんていうのかな逆な感じがするよね逆にサブカルでしょおしゃれでしょみたいないけるじゃんはいはい。おしゃれ。まあまあまあ。なんかちょっと笑いみたいなね。天下芸人とかもいたりするからね。うんうんうん。だけどさ、やっぱ電動ってつくだけでさ、ちょっとやっぱだいぶ。もう、すごいよ。本格的じゃん。マジじゃん。マジだからね。マジの高見えじゃん。だから。いや、本当よ。だから俺は買わないよ。買えないよ、そんな恥ずかしくて。とんてもじゃない。はいはい。買えないし、うんうんうん、買うような人間は軽蔑するよ、そんなもんは。はいはいはい、一応欲しいものリストに入れてもらうんだあくまでも自分で買ったんじゃないっていうねだからあれなんか勝手に、うん、なんかヤマト運輸あれ俺注文してないけどなんすか、うん、眠たいのにって、うん、あ、うん、日本ですあなんだこの箱俺いや俺も頼んだか分かんないなっつって、うん、あどうも、うん、お疲れ様ですって、うん、家戻あの中入って、うん、なんだっつってバラバラバラっつってね段ボール開けるでしょ、うん、あるわけだよ筒がうん、通常の、通常のものの中に、あの、で、こんな段ボールのデカさいるっていう、まず段ボールの中に、通常の、はいはいはい、あの、通常のやつが、あの、サランラップのビニョーンで、うん、あの、貼られてる感じを。ああ、はい、わかるわかる。薄いね。そう、真ん中にね。あの、うんうんうん。だからそれはもう、やっぱそれだったらもう、なんだこれ、わかんないな。ああ、うん、あれか。欲しいものリストのね。うん、はいはいはい。じゃあ一応見てみようか。はいはいはい何もう眠たいわーって言いながら、うん、眠たいのになって言いながら開けたいうんダセーなダセー何がだよお前ふざけんなよお前もうなら堂々とこれ2023年の夢とし初夢ダサいねはいということでね、車業ゲストのサブスク解禁ということで、いやうるさいよ。何が解禁だよ、バカ野郎。ね、よろしくお願いします。ということで、今日の一曲お願いします。はい、頭の黒いネズミのシワだ。はい。もろもろよろしくお願いします。なんか、あれだ、はい。じゃあよろしくお願いします。はい。車業ゲストラと、コシモモでした。はい心を塞ぐ雨が降る
前も俺を何一つ知らねえだろう。俺はお前を何一つ否定しねえから。